皆さん、こんにちは。2022年度、レックの弁理試験の論文対策用の L ゼミを担当させていただくことになりました。弁理士の井上博成です。まずはじめに、私の自己紹介からさせていただきます。私は理科系出身で、工学部を卒業した後、化成品のメーカーに就職しました。研究所の商員として8年ほど勤務した後に特許事務所に転職し、勤務しながら弁理士を目指し、2002年の弁理試験に合格しました。今ではその事務所を退職し、自分の特許事務所を経営しています。またレックの方では2004年から10年間、平日にゼミの講師をしました。その後、数年のブランクがあって、今年度、再度講師をすることになりました。ブランクを埋めるよう、私の方も頑張っていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。では、L ゼミの内容について、説明していきたいと思います。ゼミは全部で20回ですが、前年度と同様に12月の末から5月の初めまでの隔週の10日間で全日程を終了する予定です。ですので、基本的には午前の部と午後の部とで、特実、衣装、商標のうちの2科目の答案練習をしていただき、その後に答案練習した問題について講義をする予定です。非常にハードですが、頑張ってついてきていただきたいと思います。答案練習は全部で24問ですが、この24問の問題は、すべてレックの全国統一の新作問題です。令和2年度の必須科目の論文試験では、今までよりもさらに問題の長文化の傾向が進んだように思われますが、この L ゼミの教材はそのような長文化の傾向に十分に対応できる内容になっています。また、特許法、衣装法、商標法とも、毎年のように法改正が行われていますが、それらの法改正にも十分に対応した内容になっています。答案練習で皆さんが作成した答案につきましては、当日回収して採点し、次の回に従って2週間後になりますが、返却する予定です。なお、この L ゼミでは、皆さんの答案を私以外の別の講師が添削することになりますが、私の方でもすべての答案に目を通し、気づいた点について講義の中でお話をさせていただく予定です。また、この L ゼミは論文試験対策ゼミですが、できるだけ初学者の方でも分かるように解説をしようと思っています。また、講義終了後には別途質問の時間を設けようと思っておりますので、まだ論文対策が不十分であっても、意欲のある方は積極的に参加してください。それから、この L ゼミは、言うまでもなくゼミですので、できるだけ双方向の講義にしていきたいと思っています。また、私は、ゼミの参加者は、ライバルでもあって、戦友でもあると思っています。この L ゼミを
勉強の姿勢についてお互いに感化し合う場、受験に有益な情報の交換の場としても利用していただきたいと思っています。最後になりますが、弁理士の必須科目の論文試験は、令和2年度の実績では、おおむね4人に1人の合格率の難関試験です。また、記憶がベースになりますので、合格するまでにどうしても長い勉強時間を要することになりがちです。このエルゼミを利用して、少しでも効率よく必須科目の論文試験を突破していただきたいと思います。皆さん、エルゼミを利用して頑張って早期の合格を目指しましょう。